え、ちょっと待って、なんかちょっと怪しくない？何？どうした？え、何が？え、ちょっと待って、扇風機つけていい？はい、どうも皆さん、こんにちは。中野っちです。今回はイエーっていうね、通話コミュニティアプリですかね、コミュニティアプリを今回はやっていこうかなと思います。イエイっていうアプリはですね、好きなことについてね集まって、語れるサークル機能とかね、電話だったり、チャットがね送り合える、そういった、まあ、コミュニティ、アプリでございます。もうこれはね、私昔から知ってたんだよね、このイエイっていうアプリは。結構持ってる人いたんだよな、周りに、俺の友達で。で、見てみるとこのようにつぶやきっていうのがもうね、なんだろうな、もうほらほらほら、もうめちゃくちゃこうね更新していくと、もうね秒前、もう2秒前とか、もう3秒前、もう、ま、もう前毎秒ね、あのツイートされてるわけですよ。こうやってめちゃくちゃ利用してる人がね、とにかく多い、とにかく多いんで、はい、まあいろんなつぶやきもできますね。ツイッターみたいにつぶやきもできますね。みんなエペやろうぜみたいな、そういうつぶやきもできるわけですよ。で、かわいいって、これリップも送れるわけですね。リップみたいなね。こうやってね。だから、まあ、エペやろうぜって言うてましたけども、さっきね、つぶやきで。なんかね、ゲームで、まあ、一人で遊んでるとき、まあ、誰か遊びたいなーってなったときに、これを利用して、まあ、誘うのも、まあ、ありですよね。ここで集めてね。あの、同じ趣味の人を集めて、コミュニティを作れる輪なので、そういうのも、にも使えるっていう感じですかね。で、今回なんですけども、私ですね、このアプリを利用してですね、今回は知名度調査を、実施していこうかなと思います。イエーイ。私、中野っち、実況歴が4月1日で4年を迎えました。本当にね、皆さんの支えによってですね、4年も続けられた年月でございますよ。本当にね、もう暴れさせていただきました。ツイッターとかね、いろんなアプリでバズらせていただいたんですけども、はい、まあこんなに、まあ人が、ユーザーがいる中で、まあ中野っちを、まあまあもう知ってる人は、まあいて当たり前なんじゃねえかなと。うん、中野っちっていう言葉にもうみんな、え、あの中野っち、え、知ってる、ツイッターとかで結構バズってた人じゃん、え、バカゲーとか、あ、今すっげえ思わすバズってる人だよね、うわ、笑い方ウケるんだけどみたいな、そんな反応を私は求めてます。今回は、知名度調査、こっそりね、まあ一般人を装っていこうかなと思うんですけども、どうしよっかな。名前がね、とりあえず中野っちで登録してるんですけど、これね、名前とりあえず変えた方がいいかなと思ってるんですよね。中野っちってちょっとずるくない？ちょっとね、ちょっと変えますね。うーん、中野でいくか。はいはい、これでいきましょうか。はい、中野で行きましょう、今回は。はい、それでは、で、これ自己紹介も書けるんだな。で、男性、はい、で、ユニコーンのアイコンですね。はい、もう全く誰か分かんない、まさにもう何誰みたいな感じの、プロフィールですね。これで行ってみようかなと思います。よろしくお願いします。これすごいな、ゲームとかアニメとか雑談とか自分磨き、音楽、アイドル、悩み相談、その他、いろんなジャンルがね、選べるらしいですね、こうやって。ほらほらほら、こうやってね、選んでいくと、ジャンルに沿ったツイートがね、めちゃくちゃ流れるっていう感じですかね。うわ、すごいな、これ。いろいろありますけども、どうしましょうかね、と。じゃあ、1対1のところ行こうか。1人のところ行こうかね、ちょっとね。あ、こんばんは。よろしくお願いします。え、何されてました今？勉強してました。あ、勉強してた。学生さんですか？学生です。おお。YouTube とか見られるんですか、じゃあ？ YouTube 見ますね。ああ。どういう人のを見るんですか？ヒカルとか。ああ、実写の方ですね。うん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 。なんかゲーム実況者とか見ないですか？ああ、見ないですね。ああ、一切ですか？はい。うん。ゆっくり休んでください。ゆっくり休んで、あの、頑張ってください、勉強ね。すいませんでした。なんかお邪魔しました、すいませんでした、なんか。失礼します、すいません。いや、まあまあまあ、しゃあないわ。いやいや、もうこれがまあ普通だと思います。全然もう、しょうがないです、しょうがないです、それもうしょうがないです。もうね、ゲーム実況見ない人いますから、全然。 YouTube は見るけど、いや、やばいなこれ。
どうしよっか。ちょっとどうする、ちょっと変えてみよっか名前。中のっちにしよっか。はい、よしよし、じゃあ行きましょうか。さあこれで、まあ中のっちってものも中のっちですからね、私ね。もう名前が出てますから。あれ中のっち聞いたことあるっていう風にね、反応してもらえるとは思うんですけども、通話募集でちょっと行ってみましょうかね。誰でも通話、誰かが来てくれるか。さあ、こんにちは。あ、こんにちは。え、入っても大丈夫ですか？あ、大丈夫です。はるさん、こんにちは。あ、こんにちは。どうも中野っちです。ありがとうございます、嬉しいっす。はい、なんで来てくれたんですか？なんかペガサスがいると思う。まさかのペガサスで釣れた。うわ、マジか。おいくつですか？今年29ですね。お若い。あ、おいくつ、あ、聞いちゃダメか、女性には聞いちゃダメだなこれ、ね、あ、永遠の16歳です。 ありがとうございます。はい、嘘で、同い年です、はい、あ、同い年、12月生まれですね。あ、私12月14です。あ、俺16です。ええちょっと待って、マジちょっと釣られる、ちょっとそれやめて。2日違い。え、うちのお母さん15。YouTube とか TikTok 見られるんですね。めっちゃ見る、暇だから。あ、めっちゃ仕事サボってるから。めっちゃ見てんだ。どういうの見るんですか？エペックスの実況とか。おお、ゲームね。ゲーム見しない感じですか？いや、めっちゃしてますね、毎日。え？趣味で？まあ趣味、まあそ、まあまあ。え、ちょっと待って、なんかちょっと怪しくない？何？どうした？え、何が？え、ちょっと待って、扇風機つけていい？ちょっと。知らん知らん、そこは勝手にしな。勝手にしな。え、どういうこと？え、YouTuber？よ、なわけないか。なんか他にゲームやってます？最近は、あ、あれやってる、バニーマン。なんで笑うの？あ、バニーマンされてるんだ。やったことありますね。面白いよね。うん、もう結構やってますね、バニーマンのやつは。自分、え、なに？ゲーム実況者？え、ちょっと、え、私が？え、何？いや、調べちゃダメだ。危ない。あ、全然、あ、全然、いや、調べてもいいけど、そんな大したことのないやつですよ、マジで。一般人なんで。絶対嘘、なんか私声聞いたことあると思ったの。声聞いたことある？うん、絶対どっかで聞いたことある声だから。絶対 YouTube かインスタか TikTok でなんか、うん、なんか笑い方がさ、変じゃん。変え、中野っちなのかな。中野、自分中野っちっていうのあれですよ。一応ね、これこの名前、うん。YouTube 中って言った瞬間に中野っちって出てきた。あれ？あ、そうなんですか？うん。あれ？中井。ん？誰や中井って。中リーサちゃんの下にいるよ。中リーサちゃんの下にいる。中リーサの下に中野っちって。絶叫チャンネル、やばくない？聞いたこと。14.9万人。え、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、え、ちょっと待って、え、ブヤちゃんってやってる人？雪ブヤちゃんの TikTok でバニーマンやってた人。いや、絶対ビンゴだ、絶対。だから聞いたことあるんだ。はい、まあということで、あ、ありがとうございました。取れ高ありがとうございます。え、これ公開されるの？はい、中野っちでした。 YouTube 登録します。あ、マジですか？いや別に、いや、いいんですけど。あ、ありがとうございます。お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。はい、失礼いたします。はーい、はーい、どうも。イエーイ。
うわー、なんとか中野っちっていう名前だけで、アイコンはペガサスだけで、なんとか中野っちを知ってくれてはいたっぽいですね。でも名前はあんまり認知はされてなかったですね。いやー、まあでも面白かったな。反応が丸ですね。ちなみに言いますけど、マジで仕込みとかありませんので、一切仕込みはございません。よろしくお願いします。じゃあ続いてはですね、アイコンを中野っちのアイコンにしてみようかなと思います。はい、これですね。もう完全に俺、はい、もう完全に俺っすね。間違いなく完全に俺っすね。もうこれはもう名前ニックネーム中野っちで、アイコンも中野っちですからね。これ完全に俺 YouTube チャンネルもうこのアイコンですからね。はい、これでいってみましょう。よし、じゃあどうなるかな。ちょっと行ってみますよ。あ、これ行ってみます。こんにちは。こんにちは。え、なんか有名な人。え、本物ですか。はい、何がですか。誰、中野っちさん本物ですか。あー、やったー、モーセさん、ありがとう。モンさん、私のことを知ってくれてたってことですよね。1年くらい前から知ってる。ありがとうございます。何何何。はい、正解です。中野っちです。やったー。え、だって声がまんまじゃん。はい、説明します。いいですか。すいません、皆さんをちょっと巻き込んでしまって申し訳ないんですけども、ごめんなさい、すいません、うるさくてごめんなさいね。まずそこだけお詫び申し上げます。ごめんなさい。今ですね、撮影しておりましてですね、このアプリを使ってですね、中野地の、まあ、知名度調査をしていたわけですよ。ずっと探してたんですけど、中野地だ中野地だっていう方がね、まあ、2時間ぐらい探しておりまして、ようやく今モーセンさんが今反応してくれたということで、今大興奮しております。ありがとうございます。ありがとう、百瀬さん。めっちゃ好きです。やったー。え、そんな笑い方、めっちゃ好き。ありがとう、百瀬さん。あ、動画で後日多分出ると思いますんで。やば。はい、ありがとうございました。やばすぎる。はい、よかった。いや、皆さん本当ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。ご協力っていうか、ありがとうございました。お疲れ様です。はい、頑張ります。ありがとうございます。失礼します。やったー。あー、やっと見つかったー。いやー、うわー、めっちゃ見てるって言ってくれたー。嬉しいね、これは。はい、ということで、2時間ぐらいかかりましたかね。2時間ぐらいかかりましたけども、2時間で、中野地リスナーを見つけ出すことができました。皆さんありがとうございます。いや、面白いですね、このイエイっていうアプリ。ちょっと2時間以上やったんですけども、いい人たちがめちゃくちゃいる。マジでいる。すげえいい人たちばっかり。なんかすごい、突然入っていってもなんかウェルカムな感じで、いやー、楽しかった。こんなに人と多く関われるアプリって多分ないと思いますね。ぶっちゃけマジでこのアプリしかないんじゃないかな。うん、フォロワー同士で喋ることもまあできますしね。これね、こう気に入った人がいたら、まあフォローしてね、もう一回話そうね今度みたいな感じでね。うん、あとサークルも作れますし、いやー、面白い。はい、ぜひ皆さんもね、このアプリを入れて、ぜひいろんな人と、まあ、話して、まあ、コミュニティいろんな人と関わって、楽しんでみてはいかがでしょうか。概要欄からね、このアプリ、インストールできますので、ぜひ概要欄をご覧ください。よろしくお願いします。概要欄のチェックお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。次の動画にお会いしましょう。バイバーイ。
これからも中野っちのリスナーさんでいてくれます？噛んだから嫌だ。